階段アミーゴ。よくいろんな方の怪談話とか聞いてると、うん、亡くなる前にこう死神を見たりとか、なんかいろんな見たり、迎えに来たことがあるみたいなお話を僕は聞いたことあるんですよ、うん、でこれもちょっとそういった似たようなお話なんですけども、僕の友人がですね、介護施設で働いてるんですけど、その介護施設で働いてて、その介護の施設の場所がですね、うん、結構そのいろんな霊が出るっていうちょっと噂になってて、でその子自体はそんなに信じてはないんですけど、うん、まあ信じざるを得ない状況になったというか、誰もいないのにこう自動ドアがビーンって開いたりとか、こう閉まったりするのはもう日常茶飯事で、例えば他のスタッフがこう廊下の先を見てね、あ何々さんっつって、もう今もう遅い時間だから早く部屋に帰りなさいって言うんですって、大きい声で、もう何々さんたらっつってこう走っていったら、その丸々さん真横にいたりとか、全然こう違うところに人が歩いてる風に見えちゃったりするんですって、そんな施設の場所なんですよ、うん、でそこでまああることが起きたんですけど、普段からずーっとこう無口なねおばあちゃんがいたんです。でやっぱりそういう介護施設ということなんで、まあ、ちょっとこう表情が出なくなっちゃった方とか、うんうん、まあちょっとこう逆に表情がすごい出る方とか、いろんな方がいらっしゃるんですけど、そのおばあちゃんがですね、すごいずーっと表情が出ない人で、でなんかよくスタッフとかが話しかけてもずっとまっすぐこう前を見て、あーって感じのこうぼーっとしてる顔してるんですよ。で時にちょっと険しい顔して、なんかもう何かこう苦痛な顔をしてるようなイメージがあって、まあ、ちょっとあんまり良くないですけど、スタッフの中ではちょっと患者さん苦手だねっていう、うん、まあありますよね、とこがあったんですね、うん、でもある日こう朝起きたら、そのもちろんその循環で行くんですけど、そこの患者さんのとこ行ったら、その患者さんがずっとニコ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 してるんですって、うん、あれこの人表情あんまり出ない人だったけど珍しいなと思って、でもこれを機に喋れると思って、うん、おばあちゃん大丈夫みたいな、今日なんかすごい元気だねみたいな、なんかいいことあったの、結構話しかけるんですけど、やっぱりもうもちろん喋らない、ずっとでもニコ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 してて、もうまあ陽気だったらいいかな、なんか天気もいいし、あなんかそういうの見てこう元気になったのかな、よかったと思って、おばあちゃんじゃあ花瓶のねお水取り替えるねって言ったら、急におばあちゃんがすっごいニコニコした顔して天井見ながら、うわーいっぱい赤ちゃんって言ったんですって。でえって振り返ったら、おばあちゃんこう目つぶって亡くなったんですって。おばあちゃん最後に見たの赤ちゃんが迎えに来たっていう、この不思議なお話です。どうもありがとうございました。うわ